CBNT をご覧の皆様こんにちは。今回は11月23日に行われました第49回全日本選手権大会男子決勝、カーピーン対ジェフリー・デルーナの試合をお送りいたします。解説ゲストにはもちろんこの試合にも出場されました JPBA 青木亮次プロにお越しいただいております。青木プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて全日本選手権の決勝ということで、はいはい、対戦がカーピーンとジェフリー・デルーナ、はいはい、この2選手いかがですか。いや、まあ、もうカーピーンは、まあもうまあ、常連優勝も何回、はい、2回もして、そうですね、2回、はい、日本でも、まあ、北陸オープンも、はい、優勝もして、まあド本命、そうですね、はい、もう本命が来た感じですね。はい、でまあ、対するジェフリー・デルーナ、はい、この選手も僕個人としてももう昔からよく知ってて、あ、ご存知なんですね、はいはい、プライベートの対戦成績もある選手なんですけども、はい、まあ、僕の見解では、はい、ここ2年ぐらいで馬鳴ってきたなみたいな。あ、なるほど、僕も若干上からだまあ負けたことないので、ね、対戦では負けたことがない、はい、あ、なるほど。まあでも本当にもともとね、ポテンシャルというかブレイクも、はい、それはもうブレイクは夢ですもんね。ブレイク強い、はい、まあ、球技でもすごい、はい、まあ、まあシュートもすごい、はい、まあ、それでそんなに今までこういう世界戦で活躍したことはなかったんですけども、はい、まあ、この僕も2年ぐらい前からよく、まあ、チャイナオープンとか、はい、まあ、カタールとかでも見てまして、はい、あ、なんか強くなってきたなみたいな感じで、でも、はい、本当決勝戦は多分初めてだと思うんですよね。そうですね、はいはい、デルーナ決勝戦に来たのは初めてだと思います、はいはい、青木プロも今年はものすごく海外に積極的に行かれてますよね、はい、そうですね、もう、はい、そういう、もう年も年なので、最後のいけるうちに行っとこうかなっていう感じですね、はいはい、さて、始まりました決勝戦なんですが、ですね、カーピーン選手のブレイクからプッシュアウト、はい、でそしてデルーナ選手が今、ジャンプショットで2を狙ってちょっと外したっていうところですね、はい、はい、でさあ、この2番からの配置なんですけれども、はいはい、ここはちょっと川選手、まあ、慎重になってますね、はい、はい、いや、まあでも問題ないと思いますよ、最初なのでちょっと、あ、なるほど、最初のショットと、はい、はい、いうことで、はい、そしてこれはまあ、問題ない形になったかな。問題ないですね、この、はい、ちょっと左ちょっと下をついて4番の下に、はい、下にこう出す感じです。まあ、厚く出れば OK、はい、はい、もうそれ完璧です。これはもう完璧、はい、はい、一番欲しかったところじゃないですかね。なるほど、まあ、川選手というとですね、そのショット力というか、はい、もう正確無比、はい、はい、なショット力が、まあまあ持ち味というか有名ですけども、ね、もうポジションなんかもやっぱ、まあ、なんていうかオールラウンドにうまい感じですか。そうですね、オールラウンドっていうか、まあまあ、今みたいなショットですね、はい、今のそのなんていうかな、はい、ちょい上叩き系みたいな、はい、あい、まあまあ嫌だ同点なんですけどね。なるほど、それで、はい、まあ、的確にこう転がしていくみたいな。そうはい、そうですね、まあ、こういうのもそうなんですけど、その同点が細かいというか、はい、ショットは完璧で、はい、ショットはあんまり変えずに同点を変えてで、はい、コントロールするっていうタイプですね。はい、はい、で完全にその見たところはこ本当に細かく使い分けてる感じですか。そうですはあ、はい、そんな微妙なコントロールですね。さあ、これはちょっとまた構え直したりなんかしてますけども、はい、まあ問題ないですね、サイド護衛に一回、あ、手前でしたね、はい、あ、そっちの方がそれはいいですね、はい、勉強になりますさあ、これでもう問題ない形になってということなのか、まあ、当てるか引けるか、ちょっとここいらはコンディションによるので、はい、まあ、当てましたね、はい、こっちの方が固いと、はいはい、完璧です、はい、綺麗に当てたし、そして先制点を挙げました。まあ、もう決勝戦ももう何回もついているので、もう最初から落ち着いてますね。あ、もう、はい、さあ、この試合は交互ブレークで行われてますので、はい、デルーナ選手のブレークになりました、はい、ゲーム目。さあ、これは、1番、2番、6番3つ入ったんですが、はい。